industry, which one is going to be a complete disaster. I also barely know what I'm doing. I managed to get all the sound right. Maybe. No promises on that one. I've been in the mood for Sengoku stuff lately, and do got small PSP games that I haven't played yet, including this one, Gaiten Mahana, which kind of means like the flower under heaven, something along the lines of that. And this one was produced by Koei Tecmo in 2013. To be the 30th anniversary celebration for Nobunaga's ambition, which is really weird that they want to make a game from that. Geten no Hana. Whatever, it's their series, they can do what they want. I've not touched this game at all, so this is gonna be bad. Also, I guess I'm gonna try to translate this on the fly, it's gonna be not great. Rising up out of the darkness, the golden Tenshu. Adra Shiro, Adra Castle. What is the problem when you... Never mind, I'm gonna use the wrong words all the time. That's where her journey is taking her. Days before, in the town of Niga. Hotaru.今朝早々に安土城から密書が届いた。 天下を狙う織田信長の居城ぞ。もちろん名は知っておろうな。 その織田軍の とある武将が紛争の得意な忍びを雇いたいと言っておる。さてな、密書には書かれていなんだ。主も目的もわからぬ以上、危険な任務になるやもしれん。何せ、 織田信長の腹心、知将、明智光秀。一介の農民から城持ち大名までのし上がった羽柴秀吉。盟友である信長の元を訪れている三河の領主、 徳川家康。
有名な猛将を父に持ち、主への忠誠心の強さで知られる森蘭丸。森蘭丸、who is the son of a legendary...wild man and was very dedicated to his master. その上、信長の弟、織田信幸も今城にいるからな。Nobunaga's younger brother, Nobuyuki. だが、それでも、お主にはこの任務に行ってほしい。信長が武田氏を滅ぼしてから、関東の北条氏、東北の伊達氏、九州の大友氏、すでに信長に恭順の姿勢を示した武将も多い。だが中国の毛利氏が残っている上、四国の平定も未だならず、どうなるかはまだわからない。天下の動きをいち早く知るのは我ら伊賀忍者にとっても願ってもいないこと。頼むぞ、蛍。お主には藤林から引き継がれし、あの忍法帳があるのだから。Like you have the powers from Fujibayashi? おい、門を閉めろ。 Just bring the warrior, open the gate. どうなさいました？森にクセモノらしき者がいるらしい。これよりは虫一匹たりとも門を通すな。承知しました。しかし夜の森にクセモノとは。今風が吹かなかったか？風ですか？特には。どうした？何か見つけたのか？
あ、これは大変だ。門番が倒れているぞ。思えばこの世は常の住処にあらず。草場に置く白露、水に宿る月よりなお怪し。信長様。秀吉か。月に照らされた琵琶湖、ここからの眺めは至高ですね。天下を滑る者にのみ許される光景だ。信長様、恐れながら申し上げます。どうした南丸。大手門にて見張りが何者かに倒されたとのことです。クセモノかよ。噂は本当だったってわけだ。立派な城壁にかまけてねえで、もっと兵の数を揃えろって光秀に進言でもするかね。あるいはいっそ忍びを雇うとか。忍びなどは危のうございます。信長様、御身は我らが必ずお守りを。放っておけ。クセモノの一匹や二匹捨ておけばいい。面白い。この信長の首。取れるものなら取ってみよう。さてさて、御前を離れ光秀はどこで何をしているのやら。
we get away. アニウエ、こんなところにいらっしゃったんですね。お一人で外へ出るなど、ダンマルが心配しますよ。なんだ、信行。貴様も小言を言いに来たのか。いえ、姿が見えないので、アニウエを探していただけですよ。茶室へ行きませんか。僕、アニウエがお好きな菓子を持ってきたんですよ。遅くにすまんな。差し入れでちまきをもらってな。一人じゃとても食べきれんからお裾分けに来たぜ。まあ、ありがとうございます。よろしいんですか、こんなにたくさん。美人さん方が喜んでくれた方が食い物も幸せってもんさ。たんと食ってくれ。あらあら、そんなことおっしゃって。八方美人は高貴な姫様には嫌われてしまいますよ。今は明日入場される姫君に興味を持たれているのでしょう。とっくに皆知っております。こりゃ参った。そんなところまで噂が広まっちまってるのか。何も。誰かそこにいるのか。姿を現せ。誰もいないのか。気配を感じたと思ったわ。まったく、信長様はどちらへ行かれてしまったのだ。こんなところに小鳥ね。捕まえた。どうやってこんなところまで迷い込んだのかな。なんて聞いても答えられないか。哀れな小鳥。悪いけれどさようならだ。
ぽや、怖いね。けれど、まだ甘い。私から逃れるつもりかい？無駄だよ。なんてね。変化の力は大体わかった。遊びはおしまいにしよう。伊賀のくの一殿、合言葉だったかな。いいよ、合格だ。君の変化の力を認めてあげる。私は明智光秀、君を飼うことに決めたよ。まあそんなところかな。もちろん働きに応じて報酬はあげるよ。君のような面白い手駒を探していたんだ。どうしても欲しいものがあってね。だからそんなつまらないものじゃない。私が欲するのはただ一つ。天下だよ。Little sister princess. Mitsuhide 殿の妹君がご入場される。 So you're bringing your little sister into the castle, Mitsuhide? Hey, Nobuyuki 様。蘭丸から無理やり聞き出しましたから、確かですよ。光秀たってのお申し出ということで、信長様もお聞き届けになられたって話だ。かなり大事にしている妹らしい。楽しげですね、秀吉殿。そりゃもう、光秀がそこまで可愛がるからにゃ、さぞ可憐な姫君かと思いましてな。まあその兄が言うには変わり者だそうですがね。変わり者ですか？へえ、可愛がりすぎて奔放に育ってしまい、普通の姫とは振る舞いがやや違うとか。なるほど。まあどんな変わり者だとしても兄上なら受け入れられるでしょう。何せ兄上自身があのご気性です。城内の武将だって
変わり者だらけですしね。違いない。おっと、こうしちゃいられねえ。ノビキ様、失礼を。ちと明智の姫への贈り物を見繕ってきますんで。それはそれは、僕も何か考えておこうかな。可愛らしい姫君なら、ぜひお近づきになりたいから。まだかい？早く変化しないと使用人たちが挨拶に来てしまうよ。なるほど、なかなか見事だね、キキョウ。じっとしていなさい。背中から尾が覗くわけでもないでしょう。それから返事が遅い。桔梗、それが今の君の名前だと言ったはずだよ。何を驚いているのかな。織田信長の臣下として天下を望むのは当然でしょう。もちろん我が主信長様の天下はもう目前だが、天下に近づけば近づくほど敵は増えるもの。私は安土の警護を任されていてね、信長様の御身を必ずお守りしなければならないんだよ。けど物騒な世の中だから、城内に敵がいないとも限らない。そこで信長様の敵に回りそうなものを見張るため君を雇った。いや、それでは足りない。君、さっきの術を使って姫の姿に化けなさい。私の妹ということにするから。すでに信長様には妹が滞在する許可。君が麗しい姫に化ければ
安土の男たちも油断して心の内を明かすはず。妙な動きがあれば私に全て伝えなさい。いいね。歯切れが悪いね。分かっているのかな。もう君は私の忍び。正体を怪しまれたり、私の意のままに動かないというのであれば、君には消えてもらう。さて、心配は残るけれど、もう時間だ。彼女たちが来るから準備して。失礼いたします。ほら、キキョウ、今日から君の身の回りの世話をしてくれる。イトと申します。ミートボール。ご用の際には何なりとお申し付けくださいね。それにしても光秀様の妹君がこんなに愛らしい方だったなんて。本当にたった一月しかいらっしゃらないのが残念ですわ。確か坂本のお城へ行ってしまわれるのでしたっけ。まあ、姫様のようなお方なら歓迎されるのも道理ですわ。それでは光秀様と積もる話があるでしょうし、私たちはこの辺で。なんだか危ういね。まさか城での忍び仕事が初めてとかではないだろうね。そう、まあ変化さえ使えればいいのだけれど、信長様には我が妹は変わり者だと伝えておいてよかったかな。振る舞いにおかしなところがあっても納得していただけるだろう。うまい口実だと思わないかい。起点を聞かせるのは私の得手だ。さてと、早速だけれど、今の姿で城を巡ってきなさい。まあ今日のところは信長様や他の武将と会えても挨拶程度しかできないだろうけれど、午前試合の準備で皆出払っているから、剣術の腕試しだよ。時折信長様の気が向くと開かれるんだ。今なんて。I wouldn't go in this princess form.
紛れ込む。君、男の姿にも化けられるのかい？なるほど。どうやら君の力、想像以上のものらしい。よくわかった。無論構わないよ。午前試合に行っておいで。ただし、見に行くだけではつまらない。せっかくだから戦っておいで。我ながら名案だね。どうせ乱丸が勝つのだろうと見に行かないつもりでいたけれど、君の腕によっては皆の予想を裏切る展開が生まれるかもしれない。その通り。試合には七助の名で出なさい。私がすぐ見つけられるように。では楽しみにしているよ。おーい、午前試合に出る者はおらぬか。Meatball, honestly. Come here, just sit on my lap and be a good kid. Nope, that's not gonna happen. Is anyone here gonna participate in the fight? Oh, so this is the place to enter, but I can't use it. 勝ち取れば、なんと信長様から直々に褒美を賜ることができるぞ。Meatball, stop eating these cords, buddy. Where's your mouse? Go play with your mouse.夜の庭に珍しい蝶が迷い込んだ。どうやら波のものではないな。来い、奥だ。
foot is gone. If I was a princess at this point, I would have to.世を下に敷くとは遠慮のない客人だ。動くな。どこか不思議な花がある。だが妙な目つきで何を眺めていた。そのなりで御前試合に出たいわけでもあるまい。まさか誰ぞの差し金で世の命狙いに来たか。ならぬな。お前の素性を知るまでは。信長様、どちらにおいでですか。弟君がいらして。これは何をなさってらっしゃいますか。邪魔するな、ラン。ですが、信長様が日中から女将と戯れるなど、それではまるで秀吉殿と同じ。落ち着きなさい、ランマル。兄上、そちらの可愛らしい姫は？もしかして。世の胸に勝手に飛び込んできた。素性なら今聞いていたところだ。光秀殿の妹君。ああ、そういえば先日光秀殿がいらした際、妹を住まわせたいと願い出てらっしゃいましたね。ああ、光秀が変わり者だと申していたあれか。簡単には許すものか。さて、どう償ってもらうか。釜茹でにするもよし、八つ裂きにするもまた。兄上、そういじめてはおかわいそうですよ。本気にして怯えてなさるじゃありませんか。信行に免じて見逃してやろう。ありがたく思え。お気を悪くなさいませんように。兄上は冗談が過ぎるだけで根は悪い方ではありませんので。信行、貴様は何用だ。ひどいですね。兄上が僕を呼ばれたのですよ。軍のものを御前試合に出せとかで。
そうだ、もしよかったら桔梗姫でしたね。明日城で御前試合があるんですよ。光秀殿と見にいらっしゃい。ではな、世の城に来れば歓迎するぞ、桔梗。Goodness, kids. Got my soldier form, need to get back to the garden. Oh, someone's walking this way. What they're wearing really stands out. Hmm? もしかして、もしかするのか、もしかしちゃうのか。ほう、品の良い装いに都市加工も聞いていた通りと、十中八九間違いねえだろう。出向く前に巡り会えた深い縁を感じちまうぜ。あんたが噂の桔梗姫だな。これは予想以上の霊人さんじゃねえか。花のカンバスが日の下でキラキラ輝いて、まさに咲き誇らんばかりだ。悪い悪い、あんまり感激したもんで名乗るの忘れてた。織田の家臣、羽柴秀吉だ。よろしくね、お姫さん。そんなにまじまじ見られちゃ、顔がほてっちまうよ。お姫さんのおかげで、熱が出たかもしれねえな。ちょっと見てくれるかい。どうだい、恋の熱を感じねえか。失礼ねえな、その方が燃えるけど。ん？少しずつ後ずさってないか？まあ待ってくれよ。今日のところはこいつを渡したいだけだからさ。ほら。
いかにも縁起良さそうだろう。しかも色っぽい。ひょうたんってどこか悩ましげな形してると思わね。俺好きなんだよな。というわけだからさ、それお近づきの印にもらっといてくれ。恋に道理なんざあるもんかい。あんたの気を引きたいから贈り物をした。それだけだよ。秀吉様、どちらにいらっしゃいますの？私たちにお付き合いくださる約束ですわよ。そうだったそうだった。お姫さん、お名残惜しいがこれにて失礼するよ。そうそう、ひょうたんの礼でも言いたくなったら俺の屋敷に遊びに来てくれよ。いつでも歓迎するからさ。そんじゃ、おさらば。おっと、今礼を言っちまうってのはなしだぜ。もちろん返すってのもなしだよっと。Battery's dead. Guess stream's over now.